ミッドナイトサウナ。ライトアップが気になるぞ。もはやゼロ本。あ、すごい。私はどこにいるでしょうか。ここですよ。ここ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 です。ここここ。あ、どうも、豊沢ひとみです。突撃ミッドナイトサウナ。さあ、今日はただいま真夜中でございます。今日はですね、特別に真夜中のサウナにお邪魔するということで、私は今ビバイという町にやってきました。ビバイは美しい歌の町でございます。札幌から車でだいたい1時間くらいの場所なんですが、今日はそのビバイにあるピパの湯遊林館というところにやってまいりました。どんなサウナが待っているんでしょうか。それでは行ってみましょう。ではミッドナイトサウナいただきます。失礼します。おー、目の前のお風呂は大きな浴槽が3つ並んでますね。少し進むとサウナと水風呂、こちらですね。サウナの目の前に水風呂でございます。温度 15.5 度、シャキッとしそうですね。こちらです。ではいざサウナへ。よいしょ。失礼します。おー、広い。広いですよ。え、しかも窓がある。露天風呂が見えてるんですかね。ライトアップが気になるぞ。広さ的には結構人数も入れるんじゃないですかね。2段になっていて、1段目が座面が広いですよ。ゆったり座れそう。ストーブがどうなってるんでしょうか。おー、大きい。温度がだいたい85、6度ぐらいでしょうか。温度以上になんか暑い気がします。多分浴室すぐそこなので、お風呂の蒸気、湯気がサウナ室に来て湿度が高い状態なんじゃないかなっていう感じです。かなり体感温度高いので、もしかして湯通ししなくてちょうどいいくらいの温度になってます。ここに座るとちょうど目の前、顔の高さに窓があるんですが、やっぱりこの青い光気になりますね。ちょっと気になるんで、後で外気浴の時にチェックしましょうか。暑いです、体感温度。じゃあしっかり温まったんで水風呂。水風呂は目の前。歩数でいくともはやゼロ歩なんですが、入る前にちょっと汗流しましょうか。私が入って腰まであります。あ、
からいい感じに冷えてます。サウナの中が結構体感温度高いので、これくらい冷たい水風呂がぴったりかもしれません。では外気浴見ましょうか。こちらですね。すごい。洞窟？ではこれが、この青い光でしたか。なんかちょっと別の世界に迷い込んだような雰囲気ですね。なんだ、お花？あ、アヒル？アヒル？お花？花びらかと思ったらアヒルでした。アヒルを横目に見ながら、こちらですね。おお、すごいすごい。開放感がすごいですね。ここ座るとちょうど目の前に。街並みが見えてます。リヴァイの街ですね。ちょっと小高いところにあるので昼間も景色見えそうですね。ロマンチックな夜景に外気浴ができます。サウナって、いつ入ってもね気持ちいいものですけれども、こちらやっぱり景色も夜景も見えてますし、あとねさっきの青い洞窟もあって、結構夜おすすめなサウナですね。これはミッドナイト、真夜中に来た甲斐がありますね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。アンドサウナグッズ大好評発売中です。今回新しく発売となったこちらのアンドサウナ T シャツはとっても柔らかい素材で、サウナの後にもおすすめです。詳しくは概要欄を見てね。